第5節病理組織検査がんが疑われる臓器の部位を直接切除して顕微鏡標本を作成し細胞の検査を行うことを病理組織検査と言いい原則としてがんの確定診断となる検査です症状や画像診断そして血液検査でいくらがんが疑われても病理組織検査の結果なしにはがんの確定診断はできません それは現代医学の病理学ががんは細胞の病気であるとの基本原則に立っているためで病理組織検査はその細胞の検査であるからです細胞ががん化すると細胞そのものの基本的構成要素は変わりませんが細胞内部での細胞構成要素の割合に変化が生じます細胞内での核の割合が増加したり 核や細胞の形形が不形になったりします。このような変化を細胞こと型と呼びますしかし細胞こと型といってもある所見があれば間違いなくがんであるというような特異的な変化は起こりません人間に例えるとすれば人性が悪くなるといえば当たらずとも遠からずの表現です担当やピストルを持っているから 悪人だというような明確な判断基準ではなく悪いことをしそうな顔をしているから悪人だと判断するのに似ています悪人面をしていても必ずしも犯罪者であるとは限らないように細胞こと型の判定も非常に主観的で曖昧な部分が存在すると言えますまた細胞が癌化するとその細胞が構成している臓器の組織に 配列の乱れが生じその臓器の機能を果たさなくなりますこの組織を構成する細胞の配列の乱れを構造こと型と呼びます構造こと型は例えてみれば学校の校庭で生徒がクラスごとに列を作って並んでいるとき生徒の列がどの程度乱れていれば悪いと判定するかに似ています構造こと型の場合も どの程度細胞配列が乱れていれば機能に支障が出て悪性と判断するかについては明確な線を引いて判定するには困難な症例もあります診断する人の主観によるところが大きく細胞こと型の場合と同じで曖昧な部分が存在すると言えますこの細胞こと型と構造こと型の度合いを顕微鏡標本で総合的に詳しく観察し 病理病理組織検査を専門とする医師で普通は患者の診療は行わないががんかがんでないかを判定します簡単に言えば細胞の顔つきと並び方で判断しているわけですつまり病理医のがん診断の方法は図形パターンの認識によりなされているわけで本質的に絵や陶器や骨董品の鑑定と一緒であり かなりの職人芸を必要としますそのため病理医が違うと診断が微妙に変わることもしばしばあり極端な時には良性か悪性かの判定も違う場合もあります良性と悪性の境界に位置する病変では専門の病理医でも診断困難な場合がありますがん診断の最も重要であり微妙なところです 先ほど示した学校生徒の例で言えば半数以上の生徒が悪人面で全く整列していなければ不良学校と落印をしてもいいのでしょうが全校生徒1000人のうちで23人が不良面してわずか2列を乱しているぐらいでは不良学校とは言えないようにがんの病理診断も悪性と良性の境界領域の診断では非常に難しい問題を含んでいます。 通常の病理組織検査では病変部の組織を一定の大きさ切り取って診断に提出する必要があます。これに対して注射針で病変部位を栓紙針を刺すことし細胞を少量吸引して採取し病理検査を行う方法もあります。これを細胞身と言い 乳がんや甲状腺がんなどの診断でよく行われる簡便型の病理検査法です細胞実は手軽に行える検査法ですが細胞がバラバラになっているので細胞こと型しか診断できず構造こと型は分かりませんまた本当に主要細胞が存在する部位を採取できたかどうかも確実とは言えないので細胞実で陽性と診断された場合は であることほぼ確実といえまずか、陰性と診断された場合は絶対にがんではないという確定はできません病理医が悪性腫瘍がんと診断すれば内科医や外科医などの臨床医はそれに従うしかありませんですから現代医学では病理医ががんと診断すれば患者さんのイヤチブサなどが手術で切除されてなくなってしまうのです また病理医ががんを良性腫瘍と誤診すれば23年後には手術しても手遅れとなる場合が多いので病理医はがん診断で最も重要な役割を担っていると言えます。